Windows がなんとなくピンチ？だ。過去資産を切り捨てる傾向を強く見せ始めていて、それは Windows の根幹を、自身の存在意義を切り捨てる、そういう悪夢を、うっすらと。PC を万人に使えるようにする。ベーシックから始まったこのコンセプトはマイクロソフト、その根幹として、Windows に色濃く現れていたはずが。古き良き、それ、が消えつつ。それはどうなのか？不満を向ける先に、不思議と、推進者、が、いない、感じが。利益を。それは、目的としてあるが。マイクロソフトは、世界一のソフトウェア会社になって、これ以上は、では、何のために？そこを意識すると不意に消滅する何かはある。目的がない、役目はあっても意味。ブロードバンドの維持費は、馬鹿にならないんだ。でもその工程は、中華思想の工程に大義名分を与える。